さて、それでは第4回ですね。木部川良介の事件談。第3回の反響については、高評価が1ついておりました。ありがとうございます。そして見直すと、順番に第1回、第2回、第3回と、高評価が1ついております。1回、シャープ1についてはなんと2ついております。これはありがたい。このね、タイムリーにお一方追いかけてくれてる方がいるということで、どなたかわかりませんけども、僕はその人のためにね、最後までやりきって、もう会った時にはもう本当にその人のところに直接会いに行ってですね、クリアできたよと伝えたいなと、誰かわかりませんけども。チャンネル登録者450人なんですよ。みんななんで登録してんやろね、ほんまに。ちょっとぐらい興味を持ってくれよ。面白いゲームやのに。まあ僕のね、滑舌が悪いんですよね、きっとね。分かってるんやけど。だって普段喋ることないから、やっていきましょうか。思い出せないな。何してたとこで止めたんやろ、これ。変なタイミングで止めちゃったね。あ、そうや。熊田曜子が死んでるところからですよね。警察署に戻るんかな。隣さんいないみたいです。あ、違うんや。違うんや。じゃあまあ、会社かクロッシュに行って、もう一人死んだよって伝えるか。あ、探偵さん、さっき警察が来て大変なことに。あ、萌えなさんのことですね。お悔やみ申し上げます。ご存知でしたか？もう会社中大パニックです。いや、紫くんの時も、そういう感じ出してあげろよ。でも、この人のリアクションも大事ですよね。もしかしたら、この人が犯人かもしれない。人々のざわつきで、会社全体が細かく振動している。ん？なんで急に小説家チックな表現を。この短期間に二人の死者が出れば当然かもしれませんが。いや、リアルな話をすると、あんまり話題にせえへんのちゃうかな、みんな。普通に、あ、代わり誰やる？みたいな感じで、するよね。この単位、あ、ここも読んだな。なんで紫くんについて聞けん？紫と萌えなさんの仲がいいみたいな噂は聞いていたけど、まさか後追い自殺なんかじゃないだろうな。急にそんなこと言い出したよ。もう移動しようとしてる。でも、なんか、今回の話上疑われてんのって、この人ともう一人、現場の小林くんですよね。だからこそ違うのかなってちょっと思ってて、僕はもう大家さんのことがすごく、大家さんが海外旅行に行ったっていう情報がなぜいるのかっていうところ、大家さんと、で、この女性ですよね、僕は。名前何やったっけ？なんとかず、伊豆名さん。だって萌菜さん紅茶飲んでたんでしょ？伊豆名さんじゃねえかな。彼女はあれで結構開発では重要なポストにいたんですよ。最近少ないドット絵職人で、モデリングしたキャラクターの顔テクスチャーは彼女のじゃないとダメだとキャラデザインの人は言うんで。え、一体どうして彼女までが。そうなんですよね。ああいうぶっ飛んだキャラクターの人って余裕があるからああなるんよね。その仕事についていけない時ってほんまに必死やから、あんなとこに余裕ないもん。だから大体不思議ちゃん系の人は能力高いですよね。大体高いと思うな。うん。くそここがな、みんな、リュウカの僕人前で会話の中でくそっていうことあんまりないけどな。でもまあ感情は伝わりやすいな。でもクソっていうのはやっぱりあれやろな。あやしろくんも好きやったんやろな。女子社員って基本的にはめちゃくちゃモテますからね。現場の小林ですか。確かにうちにいた頃は結構萌菜さんとも仲良くしていた様子ですけどね。でもあいつは女の子なら誰でも仲良くなりたがるやつですから。すごいこの小林くんについてマイナス情報多いんですよね。今回の主は完全に仕切り直さないとなりません。あ、ちょ、ごめんごめん、連打しもた。
この2人を失ったのは精神的にも開発的にも大打撃です。はあ、向こうの世界のことは分かれへんな。とにかく紫さんの件もあるんで、今回の主は完全に仕切り直さないとなりません。これ以上開発が遅れていると完全にタクリマックスにユーザー取られちゃいます。あ、これを言ってたんか。じゃあタクリマックスと接ってたってこと？謎だね。ゲンマも行ってみるか、小林くん。でも僕はこの小林くんか、今の綾木くんやったっけ、綾代くんやったっけ、彼がオンラインしてた相手だろうなと思ってるんですけどね。株式会社ゲンマの受付ロビーです。いや、聞いたよ、唐島萌奈くんが死んだんだってね。残念だよ。なんか単調な表現だね。実に残念だね。軽そうに見えるがセンスはある子だったんだけど、後追い自殺かもしれないね。ご存知だったんですか、紫さん、その子のは。そりゃね、彼女は人気者だったから、あはは。僕も結構彼女の能力は買っててね、実は前にもゲンマで一緒にやらないかと誘ったくらいだ。すげえやつやったんや。見事に振られちまったがね。でもこんな死に方されちゃちょっと幻滅だよ。あ、たまにこういう人もいますよね。まあどっちとも取れんよね。辛いから言うこともあるしね。イラブが亡くなった時に、あのバカ野郎がって、誰、島柳か誰かが言ってたんかな。なんか深いなと思ったけど、僕は自殺肯定派ですからね。もうその人にしか分からへんこともあるもんね。小林さん、あなた何か知ってますね。お、すげえ。隠し事してません？もちろん隠しているさ。誰だって自分に不都合なことがあったら隠すだろう。あの子はかわいそうな子だよ。あはは。かっけ。上に立て。こういうやつが上に立て。例えばそうですね、昨夜の萌奈さんの様子に何か変わった点はありました？いいね、その質問。二つぐらい飛ばしてるよ。いいね。はい、高度なやりとりになってきた。そういうのはお嫌いですか？いいね、いいね、いい度胸だよ。この女性はすごい可愛く描かれてますよね。萌奈さんと全然違うよね。昨夜の萌奈くんは大層落ち着かない様子だった。そうだな、まるで何かに怯えていたようだね。別れたのは夜10時頃、夜10時過ぎくらいですね。いいね、いいね。いやー、君を甘く見ていた。気に入ったよ。どうだい、僕と一緒に現場で働いてみないかい？そうね、人材やからね、やっぱり人はね、大事ですよね。いい人見つけたらスカウトするのは坂東英二の手法やけど。光栄ですが慎んでお断りしますわ。あはは、残念だよ。そう、確かに10時過ぎだった。これで満足かい？じゃあ僕は忙しいから、これで一刻も早い解決を願っているよ。頼むから日本語で会話してくれよ。ああ、分からなかったよってことを言ってんのか、主人公が。先生に比べたら全然楽ですよ。2歩ぐらい先で会話すればいいだけですから。先生は20歩ぐらい先の話をするんで、どっちでも僕には理解できないよ。それになぜ夜10時過ぎまで2人が一緒にいたことが。萌奈さんの遺体、昨日と同じ服なのに石鹸の香りがしました。つまり昨夜誰か男の人と一緒だった可能性が高い。ぶっ飛んでるな。それで釜かけただけですよ。時間は萌奈さんは8時頃に退社したらしいですから、それに2時間足しただけです。ほう、え、じゃあやっぱ二股説は合ってたんや。彼のあの様子からすると一時的な関係じゃなくて前からそれなりにあったと思います。え、急にぶっ飛んだけど、二股説も、そうね。あれ、ん？さっきちらっと須永さんがいたような。まあゲーム会社同士って結構横のつながりがあるから、いてもおかしくはないと思うけど、あんな事件があってもこの会社の時計は変わらぬ速さで回っているようですね。時々小説的な言い回しが入るね。あの小説の表現の中ですごく好きなのが、
筒井康隆の8年が過ぎたっていう一行で書いてあったのがめちゃくちゃ気持ちよかったですね。すげえベテランってすげえなって。みんなね、いろいろこう綺麗な言葉とか並べたりするけど、そうじゃなくて8年が過ぎたっていう、 あれはかっこよかったな。旅のラゴスやったかな、8年だったと思うんですけど、ちょっと自信ないけどね。スパッとね、あの一行が登場した時に、ああやっぱり違うなって思ったな。まあ誰も聞いてないから雑談も入れますけどね。さあ、警察署です。お隣さんいないみたいですねと出直しましょうか。あら、そう、でもう一回クロッシュと行き来すんのか。こういうパターンもあんねん。彼はずっと立ってるね、ここに。どういうこと、何を間違えた俺。瀬戸さんも小林さんも会議中だそうで、通りすがりのスタッフがいますね。ちょっと話を聞いてみましょうか。すみません、あ、はい、君たち探偵なんだ。僕はタクリマックスのシナリオ担当の愛と言います。愛、唐突にすみません。最近社内で何か変わったことありませんか？確かにうちのゲームをめぐっていろいろな噂が立っているけど、当のスタッフたちは特に何も考えていない様子だよ。小林さんはどうでしょうか？ああ、彼か。そういえば彼もプランナーなのに、なぜか前にプログラムの新技術の提案をしたな、してたな。やっぱり、紫くんの技術かな。確かに技術的にはすごいものだったんだけど、一体どうやって入手したのか教えてくれないんだ。それってまさか、気になることはそれくらいかな。それじゃあ申し訳ないけど僕はこれで。はい、わざわざありがとうございました。そうか。クロッシュにチクりに行くか、とりあえず。クロッシュ、こいつがもう頭壊れちゃってるからずっと同じことしか。ダメだ、クロッシュはもうこいつがいるから無理だ。お隣さん、はい、寂しい、なんで飛んだ？寂しい時もお隣さん。お伺いしたいことがあります。あ、いえいえ。おば警部から話して聞いてますので、何々とお聞きください。受けへんかったからってことかな。かさみ事件。ですね、被害者はかさみゆきの22歳 OL。これなんて読むやろう。品方市のマンションに一人暮らし。昨日の7月2日の深夜3時頃、自宅で急性心臓麻痺で死亡してました。死亡しました。いわゆるショック死ってやつですね。発見は同じく2日の午後3時頃です。約束で訪問した友人が発見し110番しました。お、登場したね。誰だこれは。現場の状況はご存知かと思いますが、タクリマックスというゲームをプレイ中だったようで、コントローラーを持ったまま亡くなっていました。やっぱ俺もハサミ持ったまま死んでた方がかっこいいかな。なんかよほど強いショックがあったんだと思いますが、何があったかは依然不明のままです。とまあこれが概要になりますね。もう一回聞いてみようかな。かさみさんの人間関係は洗いましたか？まず家族構成なんですが、彼女幼い頃に事故で両親を亡くしているらしく、かさみ家に養女に入った。おお、そうなんですと。誰かの妹。しかし特別養護支援組制度によって、実これなんて読むの、実母、実、ちょっとわかんないですね。まあ、父親と母親の記録が消されているため、実の親については旧姓すらわからない状態です。そうなんですか。現在かさみ家は養子が一人ですね。養父が一人ですねか。母親は2年前に病死しています。その他人間関係は極めて良好だったようで、ゲーム好きを集めてサークル活動もしていたようですよ。集めてたんや。そんなにゲームが好きな人だったなら、ゲームには慣れていたでしょうし、多少のことではショックを受けないと思いますが。そうね。
じゃあお化けでも見たんでしょうかね。急に真面目に考えてください。まあね、この一件はもう事故として処理されていますよ。へえ。じゃあ紫事件、僕は自殺だと思うんですがね、遺書もありますし。じゃあ部屋にあったコートは見間違いですよ、きっと。それなら全て説明がつきます。それはちょっと強引すぎる意見ですね、と。そう、だから一個だけ気になるのは、あの紫さんが亡くなった後に萌菜さんにメールしているっていうところがちょっと微妙なとこなんですよね。それがなければ、例えば何やろう、どっちかがどっちかを殺してたりとかね、その笠見さんやったっけを紫さんが殺してたりとか、そういうことも可能にはなってくると思うんやけど、誰かだけが自殺とかっていうね、あんまり全部が同じ犯人っていうパターンはないと思うんやけどな。どうやろうな。死因は伊豆名さんの判断通り青酸カリの服毒らしいです。紅茶に入れられていたってところまで紫さんの例と同じです。いや、そうやで。ほら、やっぱり3人の中の誰かは伊豆名さんに殺されてるで。まあこれは後追い自殺ってやつだと思いますよ、刑事の勘で。後追い自殺する人がゲームなんかしてるんでしょうか。突然するんかもしらんしな。死んだ彼氏の残したキャラクターに紫さんの生前の面影を感じて浸ってたんじゃないでしょうか。へえ、お隣さんもそういう感傷的なことを考えるんですね。当然ですよ、こう見えても人情派ロマンチスト刑事なんですから僕。いいね、なんかフジテレビのアナウンサー感あるな。あ、そうそう、紫さん、あの唐島萌菜って女の子と付き合っているのかと思ってましたが、本当は少し違うみたいですね。実は他のにもう一人付き合っている人がいたらしいんです。マンションの住人からの証言なんですが、まさか笠見幸乃さんですか。それなら携帯電話のミニの件もつながります。残念ながら相手の名前までは分かりませんでしたが、その可能性は十分考えられますね。いや、伊豆名さんじゃない。ただ話によると、何年も前から紫さんの部屋に入り浸っている感じだったそうですよ。まさか大家さんが。紫さんって結構やり手だったんですね。イメージ変わってきましたよ。もう完璧じゃない。プログラムやりたい仕事して彼女が家にいて、完璧やん。もう紫事件はもう興味ないかな。笠見さんはちょっとかわいそうかな。紫さんはネット関係に知人が多いみたいなんですが、その辺は手探りのようごめんなさい、ちょっと読めない。その辺はんー、手探りようがないので正直お手上げですね。いいですか。ちょっとごめんなさい、わからないです。そっか、パソコンもフォーマットされてたんですよね。それは直せるて。さあ、萌菜事件、唐島萌菜さんはどうも一つのところに収まれない性格らしく、少し調査をしただけでも多くの男性と関係を持っていたことが分かりました。そうね、多いよね。まあ、そもそもまあいらんことは言わんとこうか。まあ、うん、紫さんとも本気で付き合っていたのかどうか分かりませんね。萌菜さん意外と派手な私生活だったんだな。じゃあ萌菜さんももういいかな。そう決めつけるのもどうでしょうか。きっと寂しがり屋で自分が誰かの役に立てると思うと、いや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 、そんなことない、そんなことない、あかんあかん、その何人もと付き合うのと関係ないやんね。渾身的になってしまう人だったんだと思います。いやいや、もうそう、なんか被害者ぶるやつは嫌いだ。被害者ぶってる人は 100% 加害者。でもそれって男にとっては都合がいいというか、お、主人公。そうですね。いいように利用されたのかもしれません。お隣行け、お隣。頑張れ、お隣。萌菜さんは玄馬の小林って人ともつながりがあったそうですし、恨みを買ったりしちゃったんでしょうか。
ということはもしかしたら大家さんも入ってくるんじゃない？この四つどもえで、これも繰り返してるね。調査、その他って何かな？あ、そうそう。お化け部からこれを預かっていますよ。どうぞお持ち帰りください。あ、紫さんのメモリーカードですね。ありがとうございます。さあ、何も残ってないというオチか、何か残っているか。それぞれの事件にほとんどつながりはないのに、同じゲームをプレイしていたってところがどうにも引っかかります。いいぞ、隣。見る。どうする？クロッシュがさっきからあんまり動いてないんかな。またこいつか。ちょっと、あ、間違えた。クロッシュで一回だけ話しかけてみよう。彼の可能性。あ、ダメだ。こいつはダメだもん。あやきくんはダメだ。あやしろくんやったかな。あやきくんやったかな。影が薄いな。え？え？話止まっちゃった。ということは、この中にまだ動く話が。あると。あ、ん？特に、萌奈さんの本名が小林さんなのだとすると、ん？あ、仮に。なぜこれが特にに見えた。言い訳したいな。左目見えへんねんな。仮に、萌奈さんの本名が小林さんなのだとすると、小林さんが萌奈さんを、ごめんなさい。間違ってる。読み間違えてる。ちょっとごめんなさいね。1時過ぎ通るんです。1時、12時50分なんですよね、撮影が。すごいな。ゲーム内の時計と全く同じ時間を指している今。これそういう設定なんかな、このゲームが。怖いな。そういうもんなん、これ。進めますね。仮に萌奈さんの本名が小林さんなのだとすると、小林さんが萌奈さんをスパイとして紫さんに差し向けたとも考えられませんか？そういえば紫さんの新技術は人を殺してでも欲しい画期的なものだって。なるほど。それなら辻褄が合いますね。合鍵を持っている萌奈さんならいくらでも細工できますし。いくらがな、毎回いくらが。で、後になって責任を感じて自殺を、というよりも後悔してでしょうか。小林さんのためを思ってやったのに、捨てられたとか。ないなぁ。事故。萌奈さんは事故やな。大家さんを殺そうとして紅茶を入れてて間違えて、それで紫さんへの気持ちに気がついてとか。なんかめっちゃ萌奈さんの肩持つやん。この僕はまだ疑ってるからね、伊豆名さんのことも。じゃあ僕その線で洗ってみます。お隣ありがとうございました。めっちゃいいやつ。じゃあこの件はお隣さんに任せて、私たちは別の切り口から操作していきましょう。切り替えが早いな。さあゲームキー見るかな。メモリーカード。先生、まだ帰ってこない。本当何やってんだか。さて、とりあえずさっき預かったメモリーカードで早速ゲームをプレイしてみましょう。これ、例えばさ、プレイしてゲームオーバーなったりとかするんですか？やっぱ怖いから、アルゼからみんな押すやろな。いや、あえて。先生の部屋からゲーム機持ってきました。ネット回線もつなぐんですよね。そうそう、オンラインゲームだからね。と、これで入れれるはず。えい、ログイン。へえ、これがタクリマックスですか。え、やれんのもしかして。見た感じは普通の RPG っぽいですね。友達リストを開いてみよう。一緒に行動した回数が多い順に並び替えしておくよ。アイビス、ミニ、チゼル、モケピ、ティム、キアヤ。文字色が明るいのが今、オンライン。つまりゲームをプレイしてる人ってことだな。リストにミニさんが入ってますね。でも今はオフラインか。アイビスって萌奈さんを発見した時にいた人ですよね。ある意味目撃者かもしれないんで話を聞きたいんですけど。オフラインみたいですね。チゼル、久しぶり。のし。
は通信が入ってきました。ビオレがもう亡き人であることは知らないみたいだね。そっか、いくらオンライン上で友達でも本人の安否なんて伝わりませんからね。いや、そうですよ。僕はデミオさん死んだと思ってたからな。孤独死してると思ってたからな。連絡取れなくなって。噂を広げるわけにもいきませんから、事実を隠してうまく話を聞き出してくださいね。話す。珍しいね、こんな昼間に。こんにちは、チゼルさん。どうしたの、改まって。実は私、ビオレの友人なんです。はっきり言うな。あ、本人じゃないの。この語尾につく W って何ですか。括弧洗いを表す省略記号だね。そうなんや、17年前から草ってあったんや。へえ、まだまだ僕はネットの世界に入ったのが遅いな。ネットゲームでは暗黙のルールって感じで使われてるよ。暗黙のルール。顔文字とかもなんか可愛いですね。ビオ、何かあったの？ビオレ、実はここ数日行方不明で、このゲームに何かヒントがあるんじゃないかと。あ、それもしかして心当たりありますか？待って、そっち行くから。何か思い当たるみたいですね。あ、誰か現れました。二人来てない？転送してきたんだ。二人いるぞ。チゼルとモケッピ。お待たせ、詳しい人連れてきた。こんにちは。ビオさんいなくなっちゃったの？すみません、わざわざ。いや、あんなこと言った後に急に来なくなっちゃって、ちょっと心配してたんだよ。誰が喋っ、あんなこと？前にミニって名前のことあったんだけど、その子雪だるまの格好してさ。おお、すげえ。10万分の1。そうだそうだ、それをビオがやけに気に入ったみたいで、どうやって手に入れたのかしきりに聞いてた。雪だるま、かさみさん、スノーマンに会ったんでしょうか。なんだかすごく執着してたよ、その雪だるまに。ああ、だから自分の情報を取られたから見てんのか。でもミニさんは絶対秘密だって言ってた。でもそれをきっかけに二人は仲良くなってったようで、個人的にもメール交換とかするようになったみたいだよ。そういうのないんだよね、オンラインゲーム。そしたら10日ぐらい前だったかな、ビオさん突然、スノーマンに会ってくるって言って、それっきりばったり。なるほど。それって正確に何日のことだかわかりますか？日曜日だったかな？ 23 日かな？会社を無断欠勤した前日ですね。話は合いますよ。その後、スノーマンって敵が雪だるまを出すって話を聞いて、ビオさんが雪だるまを探しに行ったのかってわかったんだ。でも、スノーマンってアイスバーグに出るって話じゃん。そこに行くには船が必要なんだけど、うちらの周りで船持ってる人いないから、どうやって行ったのかな。まあもしかすると固執してたのは雪だるまじゃなくてミニさん本人だったのかも。で、下世話な勘繰りだけど、なんか丁寧な人やな逆に。まあその紫くんの言ってるスノーマンは自分のデータのことで、も声枯れてきた。自分のデータのことですよね、きっとね。アイビス、ビオ、もうカタカナよ。アイビスさんって知りませんか？ビオレが一番多く会ってた人みたいなんですけど、ごめん、知ってるけどあんま関わりたくないから。いる、そういう人いる。うん、その人のことは聞かないでほしい。そんなはっきり言うかな、でもみんな。知らないなって言うけどな。ビオレも何かと付きまとわれて迷惑してたみたいな。お、合ってる。何かとは言わへんけど合ってる。評判悪いですね。おお。あれ？俺の知ってる人か？何か問題を起こした人なんでしょうか？意味わかんない言動が多くて誰も相手にしないんだよ。
まあ僕は噂しか聞いたことないですけどね。関わったことはないけど。何の話やろうね。そういう意味では有名だよね。有名で。楽しい、ここ楽しい。なるほどな。噂。ああ、匠幕やってると死ぬとかどうとかってやつだっけ。あんま気にしてないや。わかりました。わざわざありがとうございました。うい、それじゃあ、ビオさんに会ったらよろしく。まあ、この辺爽やかでいいですよね。俺がもしも死んでたら誰か調べてくれるんかな。武田はちゃんと俺の実家まで探しに来てくれるんやのか。絶対行けへんやろな。あの人は楽しくやってますよって言われるだけやろな。いろいろ確認できたね。雪だるまって英語でスノーマンって言いますよね。え？まあそこから取った名前だろうけど、スノーマンに会いに行くって言葉、雪だるまの姿をしていたミニさんの本体、つまり、かさみさん本人に会いに行くというようにも取れませんか？話してて自分の妹だと気づいたとか、本人同士はメール友達らしいし、照れくさくてそういう言い方をしたのかもしれないなと。でもそんなことまで萌奈さんにメール送ります。いや、あのメールはもともと紫さん本人が送ったかどうかわからない。そう、僕そこがよくわかってないんですよね。じゃあ、そのことを会いに行くと知っている人が、まさか。タクリマックスの中の誰かが、いや違う、大家さんやろ。それはもう、この部屋の中はもう、多分穴だらけやねんって、大家さんが覗くために、一日中家におるから。メールを送って紫さんを、読まれへん、メールを送って紫さんをなんとか、なんだこれ、あ、ごめんなさい、ビオレ宛てに通信が入ってます。起きた、アイビスって人からですよ。あんた誰？お、死んでることを知ってる人や。あんまこそこそ嗅ぎ回ってると、あんた死ぬよ。どういうこと？アイビスは紫さんが死んでることを知っているんでしょうか？もしかしたら僕らの知ってる誰かが。何？1時になったから。7月5日金曜日。木生川探偵事務所。うわー、さっき、あんた誰の先もあれか、あそこで切れたってことか、潔いんか、これが。早速ですが、これまでの捜査をまとめておきましょう。そうだね。お、帰ってきた。誰かに似てんねんな、この人。じゃあ、調子はどうだい？キャー、びっくりした。先生、どこ行ってたんですか、今まで。まあ、ともかくこれまでのことを聞かせてくれたまえ。本当にもう、まとめになってる。それでは時系列順に整理してみます。6月23日日曜日。ビオレ、紫がスノーマンに会いに行くと言い残して失踪。24日月曜日、紫会社を無断欠勤、萌奈宛てにメールが来る。25日、再び萌奈にメール。スノーマンに会った、思い残すことはない。紫さんが、かさみさんに会って、で、かさみさんが、お前だけ親元で育てられてって言って、殺してやるっていう。いや、もう思い残すことはない。俺は幸せだ。ないかな。紫自宅で死体となって発見。死因は紅茶の砂糖に盛られた青酸。7月2日。かさみしのが自宅でゲームプレイ中にショック死。やっぱ順番そうやんね。紫さんの方が先なんよな。7月3日、砂川が木生川探偵事務所に捜査を依頼。なんでこんなこといちいち今回の件の中に入れる必要があんねやろ。紫氏の部屋に以前はなかったコートがあり、中に携帯と鍵。ちょっと待って、俺ついていけてるかな。
亡くなって、だから3日後とか4日後とかってことですよね。その携帯と鍵は、カサミの指紋。鍵にはカサミの指紋。携帯の電話帳には萌えなとミニ。なんか、カサミさんが紫さんと会って、紫さんが死んだ後にカサミさんが死んだってことですよね。でも、イズナさんもそこに。話ややこしなのか。紫氏は画期的な新技術を開発中だった。4日、萌奈さんが紫の自宅にて青酸カリ中毒により死亡。そうだね。唐島萌奈は現場社の小林と関係があった。萌奈は小林がソースコードを盗むために紫に送ったスパイ。紫氏にも萌奈以外に、懇意にしている女、女性がいた。好意って読むんかな？それがミニ。ミニはカサミユキノのキャラクターの名前であった。え、そこはもう繋がったの？ミニは雪だるまのぬいぐるみを着ていたらしい。だからデータを持ってんのはミニさんですよね。スノーマンに会いに行くというのは、雪だるまのミニに会いに行くという意味だったのではないか。と、まあ、ざっとこんな感じですかと。萌奈さんが、カサミさんを殺して、で、いや、難しいな。伊織くん、君のコートはどこに行ったっけ？あ、イズナくんか。邪魔だったからクローゼットにしまってありますけど。お？でもどうして？コートは寒い時に着るものだよ、イズナくん。そしてスノーマンのいるアイスバーグという国はとても寒い地方なのだ。そういうことだ。それじゃあ僕も行ってくるよ。コートを着ていった日があるってこと？どうせ適当なこと言ってサボってるだけですよ、本当にもう。うまいな、このゲーム。全然読まれへんな。誰か来たみたい。嘘。じゃあもうそいつが犯人や。どうぞこちらへ。紅茶をどうぞ。うわ、それはずるいわ。もう覚えられへんって。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。